ちゃうんですね。ファメ、止めたって無駄なんですよね。ああ、世話になったな。りょうさんも。違うよ、私泣いてないよ。だって私泣かないんだから。元気だけが取り柄なんだから。だからファンメ、りょうさん、これ。ん？お守りです。お守り？私が捨てられてた時、手に握ってたんですって。その時もやっぱり私笑ってたそうです。バカですよね、本当。これを俺に。はい、もらってください。それとこれ。写真？内緒で持ってきちゃいました。老子が写ってる写真、結構貴重なんですよ。そうか、ありがとう。お元気で。お体に気をつけてください。ああ、遅くならないうちに寝て。それから好きです。ファンメ。いいんです。今は何も言ってくれなくても。でもいつかまたここへ戻ってきてくださいね。ああ、私待ってますから。りょうさんを信じて。約束するよ。醤油さん。おお、いらっしゃい。実はワンチャイを離れることになったんです。何か事情がありそうだな。クーロン城に行くんです。クーロン城に？シュゲンタツって人に会うためです。クーロン城は危険なところだ。油断するな。どんな状況になろうとも冷静に判断するんだ。武徳の胆ですね。肝に銘じておきます。周英さんにはもう話したのか？いえ、まだです。文武廟に行ってこい。はい。すいません。あら、葉月さん、どうかされましたか？実はワンチャイを離れることになったんです。どこに行かれるんですか？クーロン城です。あんな恐ろしいところへ。よした方がいいわ。いえ、俺はどうしても行かなければならないんです。決心は固いみたいですね。葉月さんが無事クーロン城から帰ってこられるように祈っています。ありがとうございます。あ、お兄ちゃん。
いや、シャオメイ。ねえねえ、聞いて聞いて。なんだい、シャオメイ。お父さんが明日帰ってくるの。お母さんがまた三人で暮らせるって。そうか。よかったな。うん。お父さんが帰ってきたら、お兄ちゃんに紹介するからね。なあ。すいません。あんたか。何の用だい。すいません。また来ます。ケイカさん。なんだか今日あんたが来そうな気がしてたよ。え？で、私になんか用かい？実はワンチャイを離れることになったんです。次はどこへ行く気だい？クーロン城です。やっぱり主人たちを追うのかい？ええ。まあ。周英さんから話を聞いていたからね。あんたが香港に来た目的も。そうだったんですか。今までありがとうございました。私は締めっぽいのが苦手でね。別れの挨拶なんていらないよ。あの、男が一度決めたことなら最後までやり遂げな。だけど無駄に命を落とすんじゃないよ。わかりました。ありがとうございます。ケイカさん、私が教えたことは覚えてるだろうね。まあ、頑張んな。ケイカさんもお体を大切に。ケンミンさん。どうしたんじゃ。改まった顔じゃの。実はワンチャイを離れることになったんです。どこへ行くんじゃ。クーロン城です。クーロン城に。なぜじゃ。主元達って人に会うためです。やはりな。ケイカから話は聞いておった。ケイカさんから聞いた話って。お主が香港に来た目的が修験達にあるらしいとな。おそらく慶華も周英さんから聞いておったんじゃろう。そうだったんですか。今までありがとうございました。礼を言われるほどのことはしとらんよ。それより気を引き締めて行くんじゃぞ少年。はい。
すいません。おお、何か用かね。今日はお別れを言いに伺いました。お別れ？どこかに行くのか？ええ、クーロン城へ。そうか、行くか。いろいろお世話になりありがとうございました。何を言う、礼を言うのはわしの方じゃ。祖先のこと誠に感謝しておる。本当にありがとう。修善先生もどうかお元気で。うん、お主も達者でな。ありがとうございます。失礼します。